さあそれではコーナーいきましょう人妻枠はい人妻,人妻の皆さんからのお便りを紹介するコーナーですラジオネームウルルはい太田さん小豚生の王子様 <laughs>、うん、まあそうですねこんばん部ああ見じゃねえかぶ <laughs> 私は今オーストラリアの大学に席を置いている22歳です、はい、多いねまだ人妻ではないのですが、うん、日々 人妻になるべく素敵な未来の旦那様を探しています、うん、すご、ねねうん、ちなみに外人さんオンリーですー <laughs> 限定なんだね,もね、うん、<laughs> 外人さん <laughs> さんっていろんな国があるからね耳はそうみたいな金髪と結婚したこと言ってました <laughs>、うん、子供が金髪がいいってった最近ポッドキャストの使い方を知って 爆笑問題さんのラジオを聞いた瞬間からファンになりました。あ,ありがとうございます。でもオーストラリアにいるので、うん、生でラジオが聞けないのが残念です。うん、今回どうしても、太田さん、田中さんに私の体験談を聞いてほしくて、うん、初投稿させていただきました。はい、私がまだこっちの大学生になりたての頃、うん、なりたての頃、うん、あるセックス関係の大きなイベントがありました。 まず待ってくれ。セックス関係の大きなイベントってなんだそれセックス関係の大きなイベントなんなのそれおかしいでしょオーストラリア。日本人の友達と行きました。行きましたじゃねえ行けばそこら中に大人のおもちゃや、男のあそこの着ぐるみや、ストリップショー。そこら中に性欲の雰囲気が溢れていました。え、ちょっと待って、そんなの本当あんのセックス関係の大きなイベント。そうね。闇でやるならまだわかるけど、なんか。 そこで前大学に入る前に通っていたカレッジで一緒に勉強していた A に久しぶりに会いました A はオーストラリア人ですちなみに金髪緑目緑で同じ年です星1つ星1つ評価のなかんいです 少しの間取り留めもない会話をして、うん、電話番号を交換してその場は別れましたな、うんですかねこのセックス関係のイベントで昔の知り合いにあ<ー>出会うというね<え>しかしそのイベントの帰り、うん、電車に乗っている時に A からいきなりメッセージが私の携帯に入りました、うん、今日の夜 スパへ一緒に行こうという、お誘いメールでした。当然英語なんだろうね、これね。ちなみにスパは、彼の、これスパゲティじゃないですかわかってますよ、スパでしょ今日スパ行かないスパゲティじゃないですかわかってもスパってあんま言わねえからもう、今。ちなみにスパは、彼のうちにある、野外温水プールのことです。あ、家にあるねなんかあるかも、と思いながらも、 イベントの影響を受けて性欲が体の奥底にふつふつとあったこともイベントの影響じゃないんイベントいくじてる性欲守る気満だからイベントの影響のせいにするなお前そっちの A もそうだよイベントで出会って電話番号交換したらもうやることしとねホンそうだよ イベントの影響を受けて性欲が体の奥底にふつふつとあったこともあり、うん、行くことにしました。うん、<laughs> 彼が私のホームステイしている家まで車で迎えに来てくれて、うん、いざ彼の家、うん、彼の家はとても立派で綺麗な家で、うん、日本だったら芸能人が住んでそうな家でした。うんうん、田中軍地みたいなんで、ね。全然違うだろうよ。スパラとかねえだろうがよ。早速、 シャワーありますけどなシャワーあるけど <laughs> 早速彼と二人で水着になり、はいうん、温水プールへ、うん、ちなみにこの温水プールは3人くらい入れる小さいやつです、うん、プールじゃねえだろじゃあ <laughs> 風呂だね <laughs> 風呂だねまあでもスパはそんなもんだよな、うん、でも隣には大きな普通のプールがありましたああ、うん、温水はちっちゃいそそう触れるか触れないくらいの距離を保ちながら座り、うん 彼との会話を楽しんでいました。うん、でも会話をしていくうちに、だんだんとそっちの雰囲気。うん、まあもうそ、<laughs> そうになってるって <laughs> <特に S 2> イベントの時からそうなんだほんとそうだよ。<laughs> セックス関係のわけないで。生き上がって、畜生。彼が、私の太ももあたりを触りながら、うんうん、You are not fat. と言いましたすごいね失礼じゃないのこれはいいの NotPat なんだそれなんだよその人お前デブじゃねえなって言ってたの NotPat と言いましたなんだこいつは嬉しいのそれ言われてそして一瞬空気が止まり次の瞬間彼の顔が近づいてきましたが寸前で彼の動きがストップ私が何してるの と聞くと彼はキャナキスユ？なんだねこの順番は。そうだよねもも触っときながらね。You are not fat。キャナキスユ。と私はもちろん OK。三つ星。イースユキャンイースユキ三つ星です。OK 三つ星。 というのもというのも私には他に彼氏がいたのです何意味が通じないですなというのもというのも私には他に彼氏がいたのですちなみに彼もオーストラリア人黒目黒髪で年下とじこの A 君の知り合いですもうなんだよ 文章下手くそお前書き方はちゃんと知らない。知り合いだって。付き合って2週間でもう覚めていた私は、どうやって別れようか試行錯誤中でした。あそういうことね。そんなとこにやってきた A。ここで A と付き合うことになれば別れる理由ができると思ってしまった。まあまあ別に、どうとでも、自分の理由だよ。ほだよね。 別れたきゃ、これで別れられるなら、うん、お前自分で分逆になんか親友だから、や、うん、ね、知り合いだったらちょっと嫌な感じになるからね。そうなんですよ。そしてプールの中で、イチャコキ始めた。イチャイチャじゃないのね。イチャイチャじゃなくてイうう、ね、イチャコキ始めた。イチャコクっていうの。イチャコキ始めた私たち。<laughs> うん、私が彼の膝の上に乗った瞬間。うん、何やら硬いものが。 当たりまずっとボケじゃねえかよお前よ何やらじゃねえよしかし何かおかしいんです何大きさ長さが笑い笑いじゃねえよ笑ってる場合じゃねえだろその状況そんなことを思いながら場所を移動どこの場所を移動した場所プールからですよ場所を移動レッツペッドイン んぷんぷ。let's bed in. んぷんぷんぷ二人で生まれた時の状態になり、start. ルーオシマみたになってるだけじゃねえかよ。が、やっぱり思った通りでした。友達の話では、白人はフニャチンでてそんなに大きくないと聞いていたのに。彼のあそこは、beug。 アンドロング実家のロングねビ今までにこのサイズに出会ったのは一度だけ一度あんのか一度あんのかよ一回驚くことねえじゃねえかねえちなみにその人も外人でしておいちょっと待ってこいつ何なのかっこブラジル人笑い笑いじゃねえよどんだけやってんだよさすがに挿入はギブアップえだって一回あんでしょでも 代わりにお口でしてあげましたが、生々しいなかなかいきません<う>かっこ泣き。<う>結局はフィニッシュしてくれました。<う> <laughs> なんなんだお前。体の相性は最悪と思いました。喜怒哀楽がおかしいよお前ね、文章は、ね <laughs> うん。読みにくいよ。<laughs> 喜んだりね、悲しんだり泣いたりお前。ね、なんなんだお前は。<laughs> さらに悪いことが。うん 彼は、うん、彼女がいらなく、セフレが欲しいと言ってきたのです。<laughs> もう最低だな、おい。<laughs> でも、セックス系の大きなイベント加したらおんですからね。<laughs> そんなことで驚くんじゃねえよって話でしょ。<laughs> ね<え>セックス系のね、セックス万博ってやつですね。後日、私が彼との連絡を拒否するようになったの言うまでもありません。うん、つうか、その、なんていうの、それが意外だったからなのか、うん バカにしないでよってことでしょうね。ビッグロングだったからかスフレって何よって。うん、そして、うん、彼氏さんとも、1ヶ月で The End、うん。ンうん、残ったのは日本にいる純な彼氏だけ。まだいんのか彼氏。<laughs> かっこ彼は日本人で、うん、中学の時の元彼です。うんうん 元彼なんで彼氏なんだろどっちなんだよ残ったのはってることがね元彼ってのは何なんだよ元じゃねえんだろだから。ちなみに私は、彼氏とセックスしたことがありません。えどういうことその元彼とかいう、なんだ今度彼氏になってんだろもう。彼氏とセックスしたことがありません。生まれて22年。一度もないです。えそうなの付き合ってる彼氏とってことですかね。 セックスしたことがありません。セフレじゃねえか、お前。それこそセフレだよね。正真正銘のセフレじゃないねえか。ねえ。早く愛のあるセックスができるように、日々精進していきたいと思います。精進してねえっすだ、なんだ長々と失礼しました。読んでいただければ幸いです。お体に気をつけて。はい これからも皆さんに面白ささを振りまいいてくだオーストラリアからなんだその日本人楽しみにしていますありがとうございました面白さを振りまくってどういう意味なんだお前日本語しっかりしろねえ面白えな何してんだろうねちょっと意味が分かんない分かんないよねできればそのセックス系の大きなイベントの内容をそれをね知りたいまず何なのかで どんぐらい人が来てるのか、どういう場所なのか、セキスポ。セキス。ックスエクスポキスポ。買い付けに来てんでしょ、みんな。ね。なんか、おもちゃとか。おもちゃとかね。ね。何なんだろう。さあ、そして、ラジオネーム、シオフキンちゃん。来ました、シオフキンちゃん。もうね、毎度同じ。バツイチキャリアウーマン。いい男と出会うと自分から行動を起こして。達成率はなんと90%以上というツアーものです。 人妻ワークには最近欠かせない存在になりつつあるという。そうですね。独身女性。うん、超エリート。大田さん、金城武さん。うん、こんばんにゃ。金城武史。どういう意味なんだ <laughs> ジェームス・ミキに感化されて、<laughs> 今までに関係を持った男性のリストを作成し始めたところ。ううこジェームス・ミキね。はい。 フルネームを思い出せない人が半数以上いてびっくりの塩吹きんちゃんです。本日は、昭和のエロ武将である私が <laughs> 自分で、<laughs> 昭和のエロ武将である私が、上司を次々にものにしていく、次々とものにしていく超大作、塩、うん、ドクリフ三部作の <laughs> 第2、だらねえ 言わねえよ、もう。塩オクリフって。なんなんだよ、もう。ベトクリフって繋がったけど。そこで金城武志、そういう意味かと。塩オクリフ、三部作の第2章をお送りしたいと思います。入社1年目で、ある共同プロジェクトのトップである上司 A さんを、馬乗りで物にし、不倫の関係を続けて3ヶ月ほど経ったある金曜日、他社からそのプロジェクトに参加していた B さんと、 トラブル処理で遅くまで作業する機会がありました。B さんは独身ですが、5年ほど同棲している彼女がいる、30歳イケメン。高橋克也に。本当島工作です。え、高橋克典ね。あ、勝、の勝則ね。島工作。でしょあ、そうそう。違うか。違う違う匿名。なんとか匿名リサーチただの。ただの。 ただのサラリーマン金太郎か金太郎だうんただの金太郎ですただの金太郎合わしちゃダメですただの金太郎になっちゃったじ高橋克典にで女子社員の間でもちょっと話題になっていました私もかっこいいと思ってはいましたが B さんが彼女と大変仲がいいというのは有名な話でしたので かろうじて、うん、私のハンティングリスト入りは逃れてました、ね。うわぁ、すごいな、これは。ハンティングリスト。そういう、あの、ね、わきまえた。わきまえたのこともあるなんだけど、でもそんなのはもうすぐ崩れるようやく仕事を終えたのが午前4時。あら。うん。B さんが、なんか目が覚えちゃったな軽くビールでも飲んでから帰りたいんだけど、ちょっと行かないうん。と、 誘ってきま来たねこれもううわーと思ったんだろうなこれな世の中で男とお酒が一番好きな私がイケメン酒のコラボ断るはずもあるなあそそうだ唯一空いていた近くの縄の連に入る縄の連とりあえずビールで乾杯満通で話したことはほとんどなかったんですお酒の入った B さん 少年のようなお茶目さを発揮し始め。二、うん、時間ほど飲んだ頃にはお互いの飲み物にいたずらし合って笑い合うような。なんだ、どういうことお互いの飲み物にいたずらし合って。痛 <laughs> いです。痛いでいでそう。いうう入れちゃうと。な、うん。イチャイチャ状態。うん。お、イチャこいてんだ。イチャこき出し。イチ、ね、午前6時ですよ、もう朝ですよ、<laughs> ええ、全く期待していなかった私も。うん、これはひょっとしてうん。 ミラクルを起こせるかも。ミラクルを起こせるかも。B さんのうまい棒にありつけるかも。またちょっあのね、うまい棒、そういう使い方すんな。俺はうまい棒、うまい棒ファンとして言いたい。せねえよ、という。B さんのうまい棒にありつけるかも。と、急にやる気と性欲が湧いててくるのを感じました。ところがお店を出て、駅まで歩く間も B さんが誘ってくる様子はありません。 やっぱり気のせいだったか。と、意気消沈していると、駅の改札まで来た B さんが、やっぱり付き合わせちゃったからタクシーで送るよ。と言い出したのです。こうなればもう、そうなんだ。商談は成立した。あ、もう成立なんですか、これは。案の定タクシーに乗りると、乗り込むと、B さんがそっと私の手を握ってきました。ああ、そうか、そういうことね。うん。ドキドキしながら、 軽く握り返すと。うん、もうちょっと付き合ってもらえるかな。と、<う> B さんの低い声。<う>このドラマのような展開に、うん、いいわ一夜限りの恋人契約にサインしてあげる。めんどくせえ表現するな <laughs> 嘘つけ心の中で広い組つぶやけない。<laughs> 私は小さい声で。うん はい。うん、と、うなずいたのでした。うん、六本木のホテルで予想外のうまい棒にありついたのでした。<laughs> 無理だと思っていたイケメンをゲットできたことだけでもう満足していたのですが、うん、意外にも少年の心を持つ B さんは、好きだ。と、書き連ねた本気メールを。 それから頻繁に送ってくるようになったのです。うん、不倫とはいえ、まだ A さんのことは本気で好きだった私は、うん、他に好きな人がいる、うん、と言って断りました。<laughs> なんだよ、なんだお前は。<laughs> どの基準なのわか <laughs> んないよね。どこまではいい。だってさうわ、これはうまい棒にありつけるって言ってんのに、<laughs> 好きだって言われると、 他に好き,好きな人がいる。うせえ。と言って、断りました。しばらくして B さんは会社を辞めて、実家の方へ引っ越し、例の彼女と結婚したそうです。<う>その後彼から子供の写真付きの年賀状が毎年送られてくるようになり、うん、その幸せそうな頼りを受け取るたびに、<laughs> うん あの時 B さんと付き合っていたらどうなってただろうなうるせえよなんて、ちょっとね、考えにくい。思ったものです。はすみません。何謝っ誰に対する、すみませんなのそれは。すみません。今回は少し感傷的になってしまいました。次回は A さんの直属の部下、C さんが登場する。 塩クリフ完結編をお送りしたいと思います <laughs> すげえこちらはエロ満載今もエロ満載だろうがよ <laughs> そして A さん B さん C さんの3兄弟が3、うん、兄弟言うなお前が言うなお前が言うな。ブラザーブラザー ABC ブラザー,ブラザー本当だよ 会議の席で顔を合わせてしまうなんていうハプニングもあります楽しいんだろうなそういうの <laughs> <対> <laughs> また投稿読んでいただけたら嬉しく思います完全にこれ <laughs> 塩戸クリフリ <laughs> 映画化されるんじゃない、ね、んこれ映画化だなもう